世界史上最も長い192時間に及ぶフィリバスターつまり議事妨害が韓国で不発に終わりましたカナダの新民主党が2011年に103人の党員をつないで打ち立てた58時間の記録を楽に超えましたではフィリバスターとは何かそもそもの語源は18世紀に西インド諸島を略奪して回ったスペインの海賊と言われています しかし今では法案の審議を遅らせるもしくは妨害するために議会で使われる長々と話し続ける戦術を意味します <Okay. S 1> つまりこうですある法案を議会に通したくないから喋って喋って喋り続けるのです会期が終わるまで喋り続け結論に達しないようにします討論打ち切りと呼ばれるものでこれが韓国の議会で起きたことです 論争の的となっている法案は政府の諜報機関に幅広い個人情報を集める権限を与えると同時にテロ容疑者に対する捜査権を拡大するものですプライバシーの侵害だと反発する野党は阻止するためにフィリバスターを実施しましたどうやって時間を稼ぐのか残念ながらテレビを持ち込んで DVD を一気見すればいいというほど簡単ではありません フィリバスターはフリースタイルラップではないので厳しいルールがあります議員はずっと立っていなくてはなりませんし議場から出られません水以外は口にできません長い質問の間に素早く抜け出さない限りトイレにも行けません フィリバスターで使われる戦術やテクニックとして例えば学術論文を朗読したり新聞記事やネットのコメントを読み上げたりジョージ・オーウェルの小説1984年の長い一節を朗読したりするのがあります。長時間立っていられるよよううにににスニーカーカを履きトイレに行かず済むよう水も控えます